皆さん、こんにちは。レックス専任講師の富田です。えー、本日はですね、税理士科目紹介ということでございまして、私が担当しております、募金論ですね。えー、こちらについての、まあ、本当に要点用紙になりますけどね、10分程度お時間いただきまして、科目の特性などを少しお話をさせていただくという形になります。で、まあ、税理士験いろんな科目がありますけどね、私が担当させていただく募金論という科目に関しては、まあ、比較的、 多くの方々が一番最初にですね税理試験を受験されるにあたってご選択いただく科目とこういうところになってまいりましてねまあ内容自体もですね特にやっぱり日照の簿記検定だと思うんですけど日商簿記検定なんかをね3級2級という形で受けてきていただいた方々はあのかなりかなり内容は似てますっていうかもうほぼ一緒です。えー、要は募金の手続き全般 まあ、計算やって仕分けやって記録やってっていうやつですね、えー、そこら辺の一連の流れをね、えー、回答してください。よっていうのが簿記論という科目でございますので、まあ、単純に日商簿記検定の3級や2級の問題のレベルがですね。税理士レベルに引き上がるだけといえばだけなので、まあ、かなり馴染みのある試験内容というところになってくると思うんですね。まあ、ですから、そういった意味でも先ほどの話ではないですけども、税理士試験王権になられるにあたってですね。一番最初に。 ご選択いただく方が多いいい科目であるというとうころはございます、まあ、またですね、えー、税理士の各種税法ですね、えー、この税法の中でもいわゆる企業税、ね、企業税に関しましては企業の利益の測定というのはどうしても必須になりますんでまあ簿記の知識がないとね、えー、税法の勉強自体が立ち行かないというものも中にはあります。 典型的にはやっぱり法人税法でしょうし、えー、さらには消費税なんかもねやっぱり絡んできますんで、えー、そういった税法に入る前の、まあ、土台づくりとして募論をやっていただくという方も非常に多いのがこの科目の特性なんですね、まあ、ですから皆さんもあのお調べいただくとすぐ分かりますけどね税理士は各試験科目ごとに毎年毎年受験者の動向ということで、えー、実際の受験者数等を開示がされてるんですがもう群を抜いて多いです。 ね、論論財務修論といいう科目は受験者が非常に多い、まあ、それだけですね入り口の科目というところがある意味定着しているところがあるんで、えー、まあ非常に多くの方々に受けていただいているという科目ではあるんですけどねまあ作業自体もね先ほど申し上げました通り日商の簿記検定の問題が純粋に税理士レベルにバージョンアップしただけ。 まあ口で言ってしまうと本当に簡単な話なんですけどもこのバージョンアップっていうのがね意外とくせ者でございましてね、まあ、ともすると母規の3 2級特にね僕らがやってた時代なんかは顕著ですけど、まあ、今より10年ぐらい前ですね10年ぐらい前までに母規の3 2級の試験を受けたよという方々は比較的こうなんていうのかなあの問題の解き方を覚えればどうにかなりますっていう時代だったので。 あまあ皆さんが皆さんそういう勉強のし方をしてるわけではないでしょうけどもある程度簿記というのは問題の解き方を覚える科目みたいなイメージがね昔は結構ありましたあだからそのまま税理試験の方に入られるとね非常にこうびっくりされるえこんなのいっぱい暗記できませんけど暗記じゃないんですね。 簿記、えー、というのはあまずしっかりとした知識を定着させた上でその知識を組み合わせてね自分が持っている知識を組み合わせてまさに知恵を使って問題を解いていくっていうのが簿記論という科目の大きな特性になりますから確実的に処理の仕方を暗記するのが簿記だと思われてると非常に怖いというところがあってねまあ昔は結構そういう方多かったか税理士試験の勉強入ってびっくりしちゃう。ね、あれ <laughs> 3 2級の時っって覚えればよかったんんんででですすすけど違違うんですか違うかよ話をね結構した時代もありますただまあ最近はね簿記の,の3級の試験もそうだけども特に2級ですよね2級の試験なんかは本当に難易度が高まっているんで、まあ、僕もお日照簿記検定のですね3級2級なんか毎年毎回毎回ですね解答速報という形で携わらせていただいてはいるんですけどもまあ基本的に最近の2級3級に関しては まあ問題見てて僕つくづく思うんですけどまあ嫌いな分野はちょっと省いたそれがたまたま出なかったっていう意味でのまぐれっていうのはあるかもしれませんけども出題論点に関してはやっぱりちゃんと内容を身につけておかないと解けないよっていうのが最近の特に2級でございますんでまあだから最近の2級は本当に問題自体も難しくなってる。 いうところもあるんですけども逆に言えばね。今言った通りまぐれ受かりがありませんから。ああ、2級の合格をしっかり勝ち取っていただいた方々であれば、まあいろいろ不安はあるかもしれないけども、おおやっぱりね。その2級で求められる能力というものはしっかり身につけておられるんだと思うんですよ。でね。もう最近の話で言うと、本当にもうここ5。6年は顕著なんですけどね。ボギーの2級って本当に難しくなりました。あー、だから私たまに言うんですけどね。 僕らが2級のの勉強やったのってもう20年ぐららい前です僕らが当時の能力そのままで今の試験受けてもね、まあ、制度が変わっちゃってる部分もありますけどそれも全部対応してたという前提でね昔の2級で合格した人の能力をもってしても多分今の試験でそのまま受かるかっつったら受からないですね。あの僕らのの時よりもうんと難しくなってる今の2級っててる今級逆に言うとそれだけ、えー、深い努力をね しないと成果が出なくなってるのが今の二級だよ。いうところだったりはするんで。まあ逆に言うとそこまで頑張っていただく割にはですね。やはりこれまでの長い長い歴史がありますから。僕らみたいなね。時代の年間からすると、やっぱり簿記二級。僕ら当時の見学からすれば。簿記二級だったら、別に学校なんかすかなくったって受かるよと。いう時代でしたから。そういう人たちがまだ世の中いっぱいいるわけですよ。そうすると、今の二級のことなんか分かんないよって人は。昔の二級の感覚で物事見ちゃうんで。まあ別に二級受かったって。 まあまあないよりはいいんじゃないのぐらいで終わっちゃうのがちょっと寂しいところでね、えー、でも今の2級はね繰り返しになるけどやっぱりまぐれうかりがあるような話じゃないんでしっかりと準備をしてちゃんと努力をしたしないとやっぱり合格はできない でその割にはなかなか評価を受けられないっていうのが今の2級のねある意味ジレンマなのかなっていう気はするんだけども僕は逆に言うとねこれだけ2級が難解したことによってですね昨今の2級の試験を無事に合格された方々であればその上にねランクアップしていただくための基礎力というのは十分身についておられると僕は思うんです。ですからまあ 2級終わったら1級っていうのも一つの選択肢ではあるんですけどね、えー、受験資格などの問題がクリアできているんであるならばああ1つね。2級の合格者の方々は税理士試験の会計科目っていうのを選択肢に入れていただいても、僕は十分対応できるんじゃないかなという風うに思います。まあ、決して楽なものではありません。税理士試験は間違いなく難関です。難関でございますから。まあ。 そんなに軽く勉強して軽く受かるというものでは当然ないですけどもまあ、皆さん方もよくご承知の通りですねまあ、昨今税理士さんというのは非常に高年齢化が進んでおりましてねご多分にもれずまあ、ある意味他の修行に比べてもちょっとそれが顕著なんですよ まあこれはいろんな理由はあるんですけどもおなかなか税理士っていうのはあの資格を取るまでに時間がかかるっていうのもあるし取った後登録するまでもいろいろ要件があったりするんで、まあ、そうするとね税理士登録をしている先生っていうのはやっぱり数がかけられてくるというところもあったりするんで今現在はあ税理士の担う業務すなわち税務ですけど税法というのは複雑化の一途でございます。 ま,あましてねちょうど今なんかどんなのかなこれ皆さん方ご覧いただく時期は少し変わってるかもしれませんけどね来年以降消費税の増税が予定されてますで消費税の増税に伴って当然景気対策取らなきゃいけないんでね最近ちょっと上がってきてんのはあ住宅ローン減税の延長であったり拡大であったりそういったことが打たれたりもしてるでしょでポイントキャッシュバーサービスとかそんなのも打たれてるでね 消費増税をすれば間違いなく景気は悪化するとは言われてるんでそこを歯止めをねやっぱり設けなきゃいけないっていうことで政府は同時に景気策策ととししてていろんな施策を打とうとしてますそうするとねおまけでくっつくような施策だったらまだいいんですけど税法そのものに手を入れなきゃいけないような部分も結構出てくるし更に言えば消費税ばっかりじゃなくてねここ数年ね えー、規制強化の一途をたどってるのが相続税だったりしますんで昔は相続税なんてのは本当に一部のお金持ちしかかかりませんでしたけども今だと都市部にね昔お父さんが建てた一軒家がありますよというだけでも下手すると相続税かかりますんでねでっかいお屋敷じゃなくても。 普通の一軒家でもん相続税かかってしまう可能性がだいぶ出てきてるんでこれも他人事じゃないんですね。でそういうふうに課税の裾野を広げてっていろんな人たちから広く薄く税金取りましょうっていうのが現行の政府の施策でございますし、まあ、おそらくこの傾向というのはあドラスティックに変わるとといいうことは多分ない、ね、でそうなってくるとそれだけ税制が多様化してしまうということは当然税理士に、ねえー、求められる部分。 ね税理士の必要性というのは高まる一方でございますから努力をしていただくだけの価値がある資格だと僕は思うんですねで取っていただいてまあ取ったら絶対食えますよってそういうことは基本的にはないでしょどんな資格だってそんなものはないですよやっぱりあの僕が言うのもなんですけど人間的にかなり問題がある人はどんな資格を持ってたって絶対無理ですからあー絶対取れればと食べられますということを言うつもりはないけども普通のね。 常識を持った人たちが資格を持って税理士という資格を持って商売やっていこうと考えた時にはですねこれは他の事業さんなんかに比べれば絶対的に仕事がしやすい環境だって絶対的に数は少ないんだもんでも案件増えてる一方ですからあーそういう状況を考えれば誰がどう考えたってですね税理士の業務ってこれから減ることまずないですよ。でそれだけ頑張っていただくだけの価値のあるものだと思うしね繰り返しになるけど近年 の2級なんかを受けていただいた方々は2級受かるまでにに本当に苦労されてると思うで苦労されてる割になかなか評価をしてもらえないっていうのが簿記2級のやっぱりジレンマなんでだったらねここでせっかく土台を作ったんだから一つ上の税理試験、まあ、具体的には税理士簿記論なんかを、ね、目指して頑張ってやっていただければですねやはり体内的にも体外的にもっていうのかな あ当然のことなら資格としてね日照ボケだって立派なもんですけどもやはり税理試験のボケ論取ってますよとか税理資格持ってますよと言った方のが対外的なアピールは絶対的に強くなるわけですからそういったものをね一つ前向きに捉えていただいてもいいんじゃないかなというふうに思います。まあ工藤ですけどレベル自体はもう当然税理士レベルですから非常に難しくはなります難しくはなりますがただ税理試験っていうのは競争試験なんで全受験者の上位10%に入るような努力をすればいい。 だから募金論という試験は100点満点の試験なんですけど少ない時には40点ちょっとぐらいでボーダーライン上位テ10%入っちゃうんですだそれぐらいねやっぱりあの素材量に対して解ける論点ってのはみんな少ないんですよそれぐらい難しいだからテンパーセントに入るためにはどうするのっていうことを常に考えながら勉強しなきゃいけないんだけど逆に言うとそういう勉強の仕方をちゃんとやることができれば、まあ、もしかするとっていうよりも私個人で担当してるから言えるんですけど 僕の感覚で言うと日商簿記の一級とかを取るよりは税理士簿記論の合格を狙うっていう方のがま楽です多分僕はそう思います一、えー、級の方は多分厳しいですあれは当然公表簿記の分野も入るからでも税理士試験はそういうのないしでやりようなんですねで、ね、合格者の中に入るという点で言えば十分合格狙えるのは税理士簿記論だと思うのでまあぜひねここまで努力していただいたものをさらに より高い評価が得られるようなものにするために「簿記論」という科目をね考えていただいてもいいと思いますよ、まあ、繰り返しますけど問題の形は基本的に日照の簿記のものに近いです。まあ、分量なんかは税理士の方が多いですけどねでも問題の形態はかなり似てるそれをこれまでやってきたものをレベルアップすればそれでいいよっていうのは簿記論ですからねまあ一つね前向きにご選択いただくといいんじゃないかなというふうに思います。まあ、昨今、ね、論という科目 <coughs> 結構苦手意識を持ってる方も実際税理士源泉の中にはいるんですけどもただね簿記の2級ぐらい勉強していただいた時にあの点数がガンガン取れる取れないよりも勉強やっててあちょっと面白いなあこういうものがあるんだ楽しいなちょっとこういうのが見れるというふうに思っていただいた方は多分会計に関する適性があります。でこのの適正というのが極めて会計は大事ね どんなに高学歴の方でもやっぱり適性がないとね合ってないと厳しいんです勉強で逆に言えば学年関係ないボケをやったり純粋にあ面白いかも思ってもらえる人はね絶対伸びるだから2級ぐらいの勉強やって厳しい時あったと思いますよ苦しい時もあったと思うけどもその中でも問題解いててちょっと楽しいな思えるところがあった人は絶対合ってんのだからそれをね少し伸ばしていっていただいて税理士の会計科目ね合格者という資格をね手にしていただくと。 いいいいいいいう風になななっててただいてもいいんじゃないかなと思いま,すまあこれでもうぼちぼち時間でございますんで、えー、そろそろ蹴り上げなきゃいけないんですけども、まあ、皆さん方にね極力分かりやすく、ね、でなおかつ確実に合格をしていただけるように私の方でも少し工夫をしながらね授業はさせていただこうと思ってますんで是非、まあ、ね税理士5キロ まあ向きに考えてていいいいたただだご選択いただければと思いますで何かね具体的な相談がしたいとか疑問点があるとかいうことであれば私も一定の感覚でねあの新宿校が多いんですけど新宿エルタは香港が多いんですけどガイダンスとイベントもやってますんでそういったところに足を運んでいただいても結構ですし。 えちょっとね遠隔地でそれは難しいということであればお電話等でも私どもレッグのスタッフの方で対応させていただきますんでね是非気になる点があればどん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 積極的にご質問いただいてね,ね、えー、できれば私の授業の方に来ていただければというふうに思っております、はい、以上で本日のね科目紹介はおしまいになります皆さん教室でお会いできるようにお待ちしておりますんでね是非、えー、前向きにご検討お願いいたします今日はお使いいただきましてありがとうございました